コードネームミラージュは2017年4月よりテレビ東京をはじめとして TXN 各局他で放送されていた連続テレビドラマ CS 放送のファミリー劇場でも一周遅れで放映されていた全25話キャッチコピーは俺はこの世に存在しない本作はテレビゲームの天外魔境シリーズ桜大戦シリーズなどで知られる 広い王子が原作を手掛けており、戸籍など、あらゆる存在証拠を抹消されたエージェントが、組織からの命令を受け任務を果たす過程で、やがて国家を大きく変革しようとする人物への、反逆へと発展していく物語を描く。全体的な作風は、ノアールタッチで描かれ、シリアスかつハードボイルドな展開をベースとする。これは広いが、チの二宮清鷹からドラマ原作を依頼され、 集まった主要スタッフとの様々なセッションを経て生み出した結果による。広いはストーリーの早起点を日本の刑事ドラマでありがちな犯人への威嚇と逃亡阻止を目的として銃を空に向け発砲するシーンが海外の人間からはギャグにしか見えないというセンテンスから得たとされる。上記のような経緯もあり、この作品の本放送枠で長らく放送されている特撮ドラマ ガロー、ガロシリーズよりも特撮要素は控えめで人間同士のリアルな近接格闘、重刀戦や知略暴力が中心となっている。本編は全25話だが第13話と第25話に関しては総集編的な内容になっている。第13話はドブネズミがロビンとガールズトークをする形でミラージュを主とした登場人物たちをテーマに語り明かす。 第25話についてはこれまでの物語をある人物たちが総括し、さらなる物語を予感させる形でひとまず締めくくられたが、2021年現在も続編は制作されていない。現代の日本。法の網の目をくぐり抜けて、凶悪な犯罪を犯す凶悪が、調量ばっこしており様々な問題が発生しているにもかかわらず、政府や警察は手をこまねえているだけであった。 この状況を憂いた、ある警察庁幹部が、そのような巨悪を闇で断罪する特殊部隊を密かに結成した。その事実は、警視庁にさえ知るものはなく、警察庁でも上層部のごく一部だけが知っていた。所属するエージェントたちは、法的には存在しないとされるものや、現職の警察庁職員たちで構成。しても、カバネは内部で処理され、 生きていた証すらもこの世に残すことはない。その部隊の名は K13。警察庁警備局局長の左文字劇の与えるミッションを部隊の指揮官たる警備局公安特殊課課長の三崎倉人が指令。ハッカーとして拘置所週刊中のドブネズミこと小暮美香子が情報処理や解析、改ざんでバックアップ。実動エージェントのコードネーム。 ミラージュが処理していた。そして、ミラージュの破壊工作による遺体や現場は、スモークこと姫島公平率いる公安部隊はきれいに後始末し、何も起きていなかったことに仕立てていた。ミラージュは、各種センサーを内蔵したメガネとサプレッサー付きの拳銃、相棒である AI 搭載車両のロビンと共に、音密裏に犯罪者たちを処断していく。そんな中、 不動産で資産を集め、政財界や警察関係者ともつながりを持つ、裏社会の大物、クジラオカレンジローが事件への関与を疑われ、三崎にマークされる。一方、クジラオカも情報機的手段で、犯罪者を消す謎の組織の存在に気づく。事件現場で処理活動している姫島を目撃した、クジラオカは部下に命じて、姫島を拉致。拷問して、 組織の善用を吐かせようとするが、姫島は眼強に抵抗。姫島奪還に動いたミラージュは、姫島を救出する。だが、姫島には、情報漏洩の権威がかけられる。一方、岬は、クジラオの、処理作戦に出る。クジラオは、ミラージュと岬に追い詰められるが、警視庁副総監の計らいで、一番安全な場所に逃げ込む選択をする。 つまりは、警視庁に逮捕されて収監されてしまえば追って来られないし、刑務所内では簡単に分けされない。クジラオカは、旅収のみで、着々と反撃のプランを練るのであった。基本的には、左文字の元に舞い込んだ、問題事案の解決を目的とした命令によるが、三崎の進言により、独自ミッションを発動することもある。それらは、日本国内の、 反社会勢力やテログループの殲滅、票差だにしたくない誘拐、監禁事件の解決、武器密輸の阻止と密売組織の壊滅、外交特権で手出しができない、外国要人の暗殺など多岐にわたる。つまり、警視庁や公安、外務省、海上保安庁などの手に余る事案を、長報機的手段で解決し、日本の国益と治安を守るというのが組織の目的であり、 史上命題となっている。諸外国に対する地位という狙いも含まれる一方、社会的影響力の多い人物については上層部の意向で待ったがかかることもある。解決後は表向き、内輪もめによる自滅や当該人物の失踪という形で穏便に処理される。配信はバンダイチャンネルニコニコチャンネルなどで、 放送と同時期に随時配信された。ありがとうございます。